日本群馬県紀流市黒骨町市も、田沢黒骨町市も田沢は、群馬県紀流市の町名。郵便番号は376-0144。紀流市黒骨町の西北部に位置する。旧黒骨村下田沢にあたり、黒骨町水沼、八木原、城田沢、宿巡りとともに、紀流市第22区に属する。東北部は、黒骨町上田沢に、東部は、 黒骨町水沼に、南部は黒骨町や木原に、西南部は黒骨町宿めぐるに、西部は前橋市富士見町赤木山に、北部は沼田市利町練りにそれぞれ接する。町域の西端に赤木山の最高峰である黒部山がそびえる。中部を小黒川や鳥居川が南流し、地域の南端を流れる渡瀬川に注いでいる。 渡瀬川に沿って渡らせ渓谷線、国道122号が通じている。鉄道駅は設置されていないが、国道122号沿線に、道の駅黒骨、山彦がある。国道122号下田沢交差点より、群馬県道62号沼田大間間線と、群馬県道70号大間上、白井線が分岐し、それぞれ沼田市、赤木山方面に通じている。西北部に、 花見が原森林公園や、利平茶屋森林公園などがある。2017年8月31日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。ありがとうございます。